どうもこんにちはデミコですいや,ーいや風邪はねほぼ治ったんですけどねなんかねまだね咳がねコン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 なんかね残っててね嫌だなとまあでもいつもそんな感じなんですけどなんか咳がねいつまでも残るっちゅうねだいたい3週間か1ヶ月ぐらい残るかなっていうねその,あの軽,軽い夏の,あの咳ですねあの乾いた咳っつうんですかね まあまあ私のことなんてどうでもいいんですよ。はい、どうでもいいんです。はい、とにかく天気が悪い。まあそんなこともどうでもいいんです。はい、どうでもいいんです。私は今日は、えー、せっかくね、十六枚え十六あ何？十六種類の、えー、モチーフをえっ、ー、と二枚ずつなんです。三十二枚編み切った方々のために、ちか自分のためでもございますけれども、<laughs> ね自分も含むなんですけれども、それをつなげてね最初ね言った通りにあのなんだ。 クッションカバーに今日はしていこうかなという感じでございます。まあでもいつもねや,やることはねいつもと同じです。はい。なのでまあまあ特別なことはございませんがはいここにもねざっと用意してございます。はい、用意してございますで。同じことを2回やらなきゃいけないわけですがまあとりあえずね1つこれあの16枚もう組んでありますね。ねで順番通りえっ、ー、とねこのここのこいつこいつあのこのクッションねあ近すぎたこのクッションこのこのクッションと同じ並びにしますんで。はい ね、一枚目二枚目ってあんま日数順ですよ日,日数順じゃねえや何だっけ日数あ日数順でいいんか日数でねやったの順番そのままでございます四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、うん。はいちょっと待って打つ前じゃね十三、十、は、四、い、十五、十六ですねはい間違ってないかな間違ってないね大丈夫だねこんな感じでちょっと今敷き詰めましたけどで大体これがですねえー、っとですねまあ測ると めっゃめれゃジャー45センチぐらいなんですね。私がね。なんで45センチ夢4。3センチこれちょうどいいんですよ。43センチぐらいがいいんです。で45センチのクッションを45センチのカバーに入れると私は何だろうな。ちょっとね。ふにゃふにゃていう感じがして。うん。私はね。あのー、クッションっていうのはね。ちょっちょっとパツパツパツとは言いません。でもね、パツ気味にしたいんですね。うん、パツ気味にしたいから42センチの。 ちほら伸びるじゃないしかもこれねだから4 2 3センチがいいんですねできれば出来上がりサイズがなので今回はうーんと私足すことをするかどうかちょっと迷ってございますがまあでも1段ぐらいはちょっと編んだ方がいいかなとは思ってるのでえっ、ー、と一応ねこう1周周回りをねあのこの後あ編もうかなと思ってるんですけどサイズを合わせるためっていうのもねございますんでそれまた後ろに説明していきますけどもはいで じゃあどうやってつないでいくかってうと私はいつものつなげ方をしますいつも私はこうやってただかがっていくだけのつなげ方をするんですねなのでそうすると123ん ?3 倍 ?3 倍もいらねえな <laughs> えっとね1.2、ね、倍もね実はいらないかもしれないぐらいの長さでも2倍あった方がいいかもしれない2倍1.5倍ぐらいで1.7倍ぐらい <laughs> まあいいやはい2倍 2倍の長さを取りますね。だいたい2倍弱ですね。私の場合はまギッチギッチ2倍ですね。これね。はい、2倍の長さを取ってこれで繋げていきます。で使うね。糸はまあ、お好みでいいと思いますよね。白白がいいなと思ったら白でもいいし。そしたらこういう白い跡がね。ちょ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 っと出るんでそれも可愛いんで。まあでもそうじゃなくて普通に使ったね。糸私はこっちを。今日は今回は使っていきます。けれども、こんな感じでやっていきますで。 順番としてはうんとこう並べた状態でやっていくのが分かりやすいと思うのでそれでやっていけばいいと思うんですけど、まあ、私は右手で右からやっていくんで,でしかも横を先にやるんですね私はねなのでここをねブンと取ってはいこれでまずこの角っこねさっさっ早速始めていきますよはいこの角っこ大丈夫えっとえっとえっと、えっと、こう見づらいかもしれないけどちょっとごめんねはい背景がね で、角っこ1 2って鎖の部分ありますよね。のこっちがですね合わせる方の鎖編みと、ね、こっち側とこっち側をこう拾ってこう向こう側から入れて向こう側っていうか表側から入れてこっちは裏側から出す感じでねこうやって入れてはいまあこれ私のやり方ですからはい。 でまあ、ちょっとだけチロッとね端っこ残してで同じところにもう一度入れますねもう一度入れてはいでこいつが動かないようにねこの端,端糸が糸端が動かないようにちょっと押さえといてでここでちょっとこっち側にピロンと通してはい、はい、通しておいてでそしたらその隣からまたここと。 ここ1つずつ間違えないようにこうやって合わせていく感じですね。はいで糸処理をしながらいっちゃうんでこれでどん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 つなげていけばいいんですけどこうやってくるむようにね糸処理はねくるむようにしてってでで私がこの2倍の長さでやったのは結構私は引っ張る引っ張るっていうかこういう感じで。 ちょっと引っ張り気味にするからなんですけどこれをふんわりつなげたい人はまあ3倍3倍なくてもいいかなでも3倍ぐらいあった方がいいかもしれないねこ,れこういう感じでふんわりつなげていくんだ,けだったらまあもうちょっと拾った方がいいけど私はち,ちょっと結構ちょっと引っ張る感じで結構引き締めちゃいます引き締めるからギューってやっちゃいかんですよギューってやるといかんので。 あのー、中にはねこのやり方する人はくるくるくるってこうずーっと巻いてって最後にピュッと引っ張るとかっていうのもねありかもしれないけど私はこんな感じでプッって止まるくらいまでこんな感じで合わせていきます。はいじゃとりあえずねこれねここの端っこまで次次どうやって合わせい合わせていくかっつのねちょっとやっていきますけどまあ大したことないですよそのままやっていけばいいだけの話なんですけどまあ、端っこまでとりあえずこのままやっていこうと思います。はい はい、はい、こんな感じでここの端っこまで来ましたねここの端っこまで来ましたそしたら次どうするかっていうとそのまま進めばいいですねはい同じように気にしな,にしなくてつながってるものとねつながってるものと考えて同じようにこう拾っていきます最初に拾ったこっちで一番最初に拾ったところと同じところですねこれをこう拾ってただ普通につなげていけばいいと。 いうだけでございいますはい、でこうやったら次またこうね隣すぐ隣に入れちゃって大丈夫です大丈夫っちゅうかそれででこうやって間があんまり開かないようにだけど引っ張りすぎないような感じでこう持っていくとまあだからシーマ持ち上げてこうやってやってるけど本来はねこれをねこうやって下に置いたままやります置いたままやっていくんですけどそうするとまあちょっとどうしても緩んだりとかするんでちょっとちょっとね ちょっっと引っ張りつつ置いたまま置くとねちょっとカメラから遠いかなと思ったからあれなんですけど、まあ、こんな感じでね一応だから全部をこうまずは横をね全てつなげていく感じですねで引っ張る感じもこれはさ本当にあの私も前はそういうことやってた時もあったんだけどこうくる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 こう巻いていってピューって引っ張るっていうね引っ張れるんでいいんですけどそうするとまあちょっとね釣れた感じになる と嫌じゃないですか、うん、なのでそれがあるんでまあ今はこういう感じで1つずつこう何つの丁寧に、うん、ピュッともういつも同じ力ぐらいでこう締まる感じでこうやってねはい1つずつ一応丁寧にただいまただいま違う今はねこうやる感じですかねはいじゃあこんな感じでねとりあえず16枚を。 つなげていこうと思いますはいあ最後の目のとこですねはい最後の目のところももう一回通してはいでここちょっと私は通してこういう感じでねでこうやって止めますはいこんな感じで全部16枚つなげてきましたはいねでちょっともう一回 サイズをちょっでここでですねあこのこの端糸この端糸っていうのえっ、ー、とあこれ2倍で編んだやつね2倍で2倍の長さで編むとこのぐらい残るで1.7倍ぐらいの長さで編むと編むとじゃない結ぶとこんぐらい残るんでまあ1.7倍ぐらいでちょうどいいんじゃないかなと思いますけどそしたらまあ適当にねこれまたこう。 切ってモチーフの一辺よりも短いぐらいでねちょっと切ってねはいこんな感じにしておきます。はいでじゃあここでどうするかっていうとですねえっと、えっと、自分のその作りたいそのクッションのサイズありますね4 5ンチだったら 45cm40cm、まあ、とか 50cm チがいろいろあると思うんですけどもそれにあえてそれよりも少し小さくするように編んでるわけです。それは そのクッションのカバーのサイズに合わせる最後合わせるためですねはい調整するためでございます大きくなっちゃうとどうしようもないんでねはいというわけでじゃあえっとまあ石中周りのね周囲をね編んでいこうと思いますで編んでいく時はこの端っここの端っこはね普通に拾おうと思いますはい普通に拾ってえっとここはすじ編みで拾うんじゃなくてこう角っこだけはね普通に拾って。 で,でえちょっと待ってねちゃんとちゃんとちゃんと入れてるここじゃなくてここあここね、はい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 ,すいませんはい入れてでここ1つ細編みをしますね普通にねはいでそしたら一応このなんだ えっと、モザイカミモザイカミでやってるんでモザイカミの時は周囲もね、えー、の全部すじ、えー、編みで細編みを編んできます。はい普通にこんな感じで編んでいきますね。で,、えー、とですね問題は問題はっていいますか気をつけなきゃいけないのがモチーフの間と間ですね2枚のモチーフの間のとこですね。でそこをどうやって進んでいくかっていうことなんですけど一応それをね 私のやり方前にもご紹介したような気があるするんですけど多分ねはいえっ、ー、といつも私がどうやってるかっていうことなんですけどここはですね何て言ったってこう2つのモチーフを結んだ間になるんでちょっとまっすぐじゃなくて沈んでる感じになることが多いと思います。パッとと見た時にちょっとこう 沈んでるっていうかね、うん、沈んでる感じがもしかしたらするかもしれないんですけどさあじゃあここをどうすんのっていう話なんですよ。で私はどうするかっていうとこの角っこのねここのこっちの面の鎖編みの部分ですねこのモチーフの角っこの鎖編みの部分今編み,編みましたけどじゃあここどうすんのって言った時にここ少しそんなに沈んではいないんですけど今回のやつはね。だけどそれでも 気をつけて編んだ方がいいのはなぜかっていうとここの間はまずして隣にこういっちゃうとやっぱりこう何つうの穴が開いたみたいになっちゃうっていうか1目、えー、っとここに真ん中に入れた方がいいわけですねうんなのでここに1目入れます。でどこを取るかっていうとこの間グサグサっとグリグリグリっと探してはい。 こんな感じで適当に入れるんですけど入れる時にこの今細編みしましたけど細編みだと時々こう何てうの編んでるものによってはね多分これだと大丈夫かなとも思うんだけどよっぽど気をつけて編まないとやっぱり沈んじゃうままになるなぜなら拾ってる場所がこの位置とこの位置高さが違うんで。 そうなると高さが違う。うんじゃあ高さの違う目を編めばいいじゃんって話なんで私は大抵ここは中長編みを編みます。こうやって適当に拾うんですけど間拾えるところをね。でそしたら中長編みをしてで時々私はここを拾えないギュッと縛ってて拾えない時はここの目ありますよね。ここの通してる目これとここ通してる目これを両方拾って中長編みとかね。 いろいろやり方はあると思うんですけどどっちの方が綺麗かなっていう話で今回の場合は糸の色が違うんでここちょっと隠した方がいいかなっていう感じなんでこの真ん中をねぐさっとこれをかぶすようにね刺していこうと思うんですけど中長編みをしますはいで中長編みをしてでそれから隣のモチーフの端っこ端っこっていうのかなこの角っこね角っこのところを入れてきます。えっと角っこっていうかあの鎖編みですね。 モチーフの最後のその角っこの鎖編みの部分ねこうやって進んでいってで普通にこうまたこうやって筋編みをして進んでいきますでこの何なんなんていうのそうするとほらそんなに沈まないでしょね沈まないこんな感じになりますなのでこいつこいつもねここ今こうやってやってきたやつをくるみながらこっちも全部くるみながら。 これはちょっとね、細編みであのなんだっけすじ編みをしながらねはい進んでいきますけどもう一回やっときましょうかいね間のところ。やっぱりね高さを揃えておかないとその全部をくっつけた時にもあのあれですよねちょっとえっと。 そこの部分が沈んじゃうんで、こう。な,なんだろう？まっすぐにならない,っていう。中華。しかも、そういう最初の頃はそういう経験あって、これやだな。あと、<laughs> なんかやだなあと思いながら仕上げた記憶がございますんで。ではい、間のところ来ました。そしたらこの間のところにグリグリっと入るところに針を入れればいいんですけどね。中長編み真ん中。中長編みをします。はいで、そしたら今度お次の隣の。 何も入ってないところですね鎖編みをしてある角っこのこの角っこのこの部分に針を入れてで筋編みで細編みを進めていくまあこんな感じであ何やってんのはいへ,ーへ,ーへーでこんな感じでね一周これをねしていきます。これもう絶対これねあの,あ,のあれですよあのモチーフの時には絶対まあ絶対ものによるけどね あのサイズとか、えっと、縁を、ね、入れたくないんだっていう時にはね別にあのやらなきゃいけないこともないんですけど私もやらない時やる時とやらない時とあるんででも今回の場合はなぜやってるかというとあえてね、はい、あの小さめにこれをなんて言うの,あのクッションの4 5ンチよりもわざと小さめに編んでる理由理由っていいますかこのサイズをね こう周りを編んで合わせるっていうことができますよっていうのももちろんあるんで、それもあって1周編むことにしました。これサイズがね、自分のそのクッションのサイズに足りない場合は別に1周だろうが2周だろうが3周だろうが編んでいいと思うんで、<laughs> これはもう好きなあの段数を編めばいいということですね。要はね、はい。なので私は今回はあの一段しか編まないんですけど。 あのご自身の編まれている毛糸、えー、の太さによって変わりますからサイズがやっぱり、はい、なので、えー、微妙に「いやもうちょっともうちょっと、あのー、大きくしたいな」っつったらもうちょっとあともう1段もう2段とかね編んだらいいと思いますんででここでね、あのー、ちょっと違った色の毛糸を使ってみたりとか、ね、そんなこともできるんでまあ遊べる部分ではあると思うのでまあ提案としてねこんな感じであのー 小さく編む,意味のいあの編むことの意味ですね周りのこの縁編みっていうんですか一応縁編みでまた,またちょっと遊べますよという感じでございますね。はい、なのでこの一瞬編むのをね別に私は白にしてもいいかなっていう感じなんですけどはいここですね角っこ。ねこのここの最後のこの細編みの 上のところは普通に細編みで編みますけどここですねここは束で取りますねで1個2個とね角っこ2つ編んだらまたここ束で取ってでその次から細編みで編んでいくとまあこんな感じで角っこを進めていけばいいんじゃないかなと思いますはいじゃあこんな感じでね、えー、縁を一周していこうと思います皆さんはえっ、ー、と好きな段数をこれで 編んでもらっていいと思いますよ。一段でもいいし二段でも三段でも、はい。はたまた別に他の糸を使ってっていう感じで、ね、はい。ちょっと遊んでみて、えっととりあえず縁をね、こういう形で整えるという意味で何周か編んでいただければいいと思います。じゃあ私は一周編んでいこうと思います。おっと,と、ここはつられて、最後。 えー、筋編みをしてはいけませんね最後は普通に入れて12とやってそれで終了ですねはい1周編んだので私はこれで終了にしたいと思いますで閉じ方はもちろんいつも通り私がやっているえ何だっけえ何何だっけ鎖鎖目の止め方ですねはい鎖目で止める中圧をこうやって。 はい、でこっちに1回戻してはいこんな感じで止めておきます。はい、でこれもこのままこっち流しちゃっていいかな。はい、こういう感じで止めておきます。はい、でそしたらいらないところねちょっとこう飛び出してるところをちょっと切ってはい。 まあ適当でいいんですけどどうせ見えないからってう話でねはいこんな感じで一周編んできましたそうするとねあの中長編みしたところがちょうどいい感じでここがまっすぐになると思いますはい私はいつもこんな感じでここをまっすぐにしてますじゃあこれと同じものをねもう一つ作っていこうと思いますよこれ2枚ないと合わせられないですからねはいじゃあちょっと2枚目もね同じところまでバーっと ここまで進んでいっちゃおうと思います。はい。はい。ということで、2枚、終わりました。はい。すっかり夕方になってしまいましたが。はい。で、2枚終わったんですけど、そうしたら、えーと、方向的にはどうなのかなこうだな。こうだね。こういう方向で2枚同じ方向なんですけど、これをじゃあ、つなげていこうと思います。まあ、1枚ひっくり返して、まあ、こういう感じでね。 でちょっとこれ出てんのはピッとピッとちょっと切っといてはいこれもだはいピッと切っといてまああんまり気にしなくてもいいんですけどはいで私は趣味としましてはこちら、えー、4 5ンチのファスナーをご用意してございますがこれを下側につけるのが趣味でございます上じゃなくて下というわけでそうなるとあこ邪魔だねもう終わったからこれちょっと引いといてはい そうすると、こっち側につけるということになるので、ここを一周じゃねえやここ三辺。三辺をこうね、あのー、くっつけていきたいと思います。で、くっつけるのもね、えっ、ー、と、一緒です。同じ糸使って、で、同じような感じで。で、長さとしては、まあ、大体、二倍弱あれば足りるけど、まあ、一応二倍にしておこうかなっう感じで、このぐらいで、ハサミハサミ。はい。 でこれでえっとここのねつなげてったのと同じようにつなげていきたいと思います。で私はめんどくさいからめんどくさいからつめんどくさいからいやよくないですけどはいめんどくさいからあのー、ねあのー、何、えー、スチーム当てたりとかちょっとしないでそのまま行っちゃうんですけど。 まあ、あんまりねちょっとボコ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 してるようだったら一度スチームをここでげた方がよろしいいかと思います、はい、ここはねえっと思うんですね私の場合は同じようにこうやってかがっていっちゃいますけどこうやってあの何ていうの、えー、なんだっけ鎖編みみたいにしていってもいいし細編みみたいに編んでいってもいいし、うん、どういうくっつけ方でもいいと思うんですけど一辺だけねこう残して。 であとは全部私は他のやつをくっつけたのと同じようにくっつけていくんですがそう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 その時にえっとねここをくっつけますよね本来だったらこっから始まるんでだけどその前からつなげていきますちょっとね内側にあの何、ー、て言ったらいいのかなここがこうなんかパカーンと開かないようにまあ2つぐらい手前からつけてもいいぐらいなんですけど本来はうん なのでちょいい内側からつけ,つけますはい、やっぱり何ていうのかな、あのー、まともに横だけでつけていくとここがちょっと開く感じになっちゃうとカッチ悪いからっていうことなんですけどこれでちょっとこっち側の辺をね 1, いい1つか2つぐらいはい1つか2つぐらいくっつけておくといい感じになるんじゃないかなと思いますで今回はまあ40 えー、5 5 c m 目標のえっと何目標っていうかね4 5センチのクッションにね合わせてやるっていうことでやってるんでであのー、なので、えっと、しかもこれが4 5センチなんでねあのむしろこのカバーよりもこっちの方が長いちょい長めになる感じなので、えっと、中に詰める。 もうちょっとこう内側からねやるっていうこう必要はないんですけどこれがもし 40cm のを使おうってなった時にはちょっと内側になりますよね 40cm でも十分だと思うんですけど 40cm のをつけとくとなるとちょっと内側になるんでその分内側に入る感じまあ5目ぐらい56目ぐらい内側にしてでそれでこう何て言うのえー、っとこうくっつけていくっていう感じですかね。はい、だけど、えー、っとそうじゃなくって 4 5ンチでぴったりでつけていくにしてもまあ1目ぐらいはこっち側のこっち側のね辺の1目を編んでいく感じですね編んでいくじゃないやかがっていく一緒にはいじゃあ同じようにかがっていくだけなのでここもねちゃか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 進んでいっちゃいますけどはい私はもう常に常にっていうかまあ大体ね大体ね同じやり方ですもういつもはい。 あのたまに違うやり方することありますけれども基本的にはいつも同じややり方でやっていきます、はいまあ以前にはあのかがっていく編み方で何、えー、だっけなんとかまた名前忘れちゃったよ、えー、なんとか糸掛け込編みかねそんな感じのやつもやりましたけどあれはあれはあれで可愛いいと思うんですよ。でも今回のやつでそれをやっちゃうとまた幅がね広くなっちゃうんで。 今回はそれをやりません。ただでさえね、細編みをね、一段編みましたんで、今回は、なるべく、なんていうの、あのカバーの大きさが大きくならないように、はい、こんな感じで、かがっていこうと思います。じゃあ、3辺、これでつなげて、ずっとかがっていきます。はい、というわけで、3箇所くっつけました。 三か所中華こう3辺ねくっつけたんでじゃあここにファスナーをねつけていこうと思いますでファスナー今回使うのは4 5ンチでそうだそうだ一応測っとこうか今のところ何センチになってるのか4 4ンチはい4 4ンチもギリだわ私の中ではもうギリだわはいで4 5ンチのね白いのを今回は使っていきますということでバチッと取ってで まあファスナーの付け方は皆さんねもうあれですよご自由にご自由につご自由にっつったらおかしいけどまあ大体どっち側をほらこのこの留め金をねどっち側をこう出しとくのかってのは私はいつも迷うんですけどまあでもこっち側かなこっち側をこうここにつけといていや逆だなおいら逆なんだないつもな こっちなんですよこっちをね私は合わせるようにしてどっ,ちどっちがいいんでしょうね正解なんでしょうね私ねよく分かりませんはいだけどまあグッとねこうグッとこういう感じでつけるのででどこの位置にファスナーをつけるかっていうことなんですけど私はですねえー、と基本的にはこのファスナーを閉じた時にファスナーが見えなくなるように。 つけるんですね見えなくなるすなわち閉じた時にここがプンとこうくっついて見えなくなるここはこうやってくっついてそんな位置につけますそうすると結構えっとね下下の位置でつけなきゃいけなくなるんだけど下っていうかここをね少し取る感じ5ミリぐらい取る感じになるのでそうすると今回のつける場所っていうのはこの一番最初のこの 一番番最初というか一番上のこのこ段の普段だったらここにね、あのー、つけていくんですけど今回はかぶせるようにするので2段目ですね2段目のこの頭のえっ、ー、と何つったらいいのこの2段目のところのさこの筋になってるところありますね筋えっ、ー、となんだっけえっ、ー、と筋編みで編んでるんでこの筋が残ってると思うんですけど筋の下ですねここですね。 この位置に合わせてこうつけていく感じになります。で、えっ、ー、と、ファスナーつける位置はだいたいこのファスナーのところから2ミリぐらいのところかな。ね、そのぐらい。そのぐらいのところに縫い合わせるように、縫い合わせるじゃない、なんだ、縫い、縫い付けるように、こういう感じで、はい、つけていくことになります。なので、この位置にするために、えー、待ち針をね、打たないといけません。はい。 なので、まずはまち針を適当に。はい、打っていこうと思います。で、口に貼口に針を挟んでますが。こうつけてで。つける位置ですね。ここですね。ここにブスッと刺してでどの位置につけるのか？ここみたいな感じでだいたい。適当に。はい。 適当につけるんですけどえーとですねまあ適当につけるって言っても本当に適当じゃ困っちゃうんでえーとですねちゃんとこうブスッと刺してこのぐらいみたいな感じでつけてでまあなんとなくこんな感じでつけといてはいまあこういう感じで固定をしていきます。で どっちにしろ縫う時はこれは開けて縫うのでこう開けといてね表からつけたら、まあ、あとは適当にこんな感じかなっつってなんとなくこうなんつうのよれたりしないように生地をね引っ張りすぎないようにまあこんな感じで大体いいね大体大体で今回はなんせ 44cm のところに 45cm のつけるんで少し余る感じになりますねでこの辺はもうね後で調節する感じになると思うんですけど こういう感じで適当に少し最初はアバウトな感じでつけておいてで一回こうやってねちょっと閉じてみてで今度閉じねちょっと閉じておいた方がちょっと合わせやすいかね最初はねこういう感じでちょっとつけるんですけどこうねダブルで引っ掛けないようにこういう感じでちょっと。 留めととといてなななななんんくくねなんとなく位置的なもの高さはねまあ縫い付ける時にね合わせるっていう手もありますんであんまりそんなに神経質にならなくても位置だけこのファスナーがこう引っ張りすぎない、えー、生地をね引っ張りすぎないようにとかさ、うん、なんかそんな感じそんな感じでこうやって付けといて。 であとは中心のところですよね中心がどこよって話でえっとどこだいっていうね自分でもわかんなくなっちゃうんだけどこれとこれとここねはいはいはいなのであとはこれをこう合わせてねどの位置両方ともこうやってつけてみてさあじゃあどの位置よって話でちゃんと長さがねここがここつ,くつける位置がこうやったら。 あらちょっとずれてるわって思ったらまあ調節しながら「あらこっちがちょっとあれねって正しい感じだわね」つってこっちはちょっと引っ張られてる感じがするわっていう感じでこれをまたずらしつつあんまりこう生地が本当にこうなんつの伸ばした感じでつかないように伸ばした感じでつかないように、まあ、こんぐらいでいいかなーっていう感じでねこうつけて。 合合うかなと、まあ、大体合うかかななとまあこれでちょっとこう締めてみたりとかして位置,位置的には大丈夫かしらとね、はい、なるべくなるべくこう生地を引っ張らないようにね、はい、こんな感じでいいかな、はい、まあ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 いいんじゃないですかねはいそういったらもうあとつ,つ,つけ始めますでいいよっとはいはい でつける時はこの端っこがねめんどくさいじゃないですかなんかなので私はね結構ねこういうのはね一番最後にやるんですよはい、はい、で使うは今回は使うのは紺の糸をね使っていこうと思いますはいシャッペ日本のやんけっていう話なんですけどそうなんですよ日本からね昔持ってきてでまだ終わってない糸っつーのがねあるわけですよはい、はい、これだけですで端っこ玉をね つけたのでた、ま、玉止めしたので玉止めしたやつをファスナーにファスナーの適当どこから通すっていうその何ていうのここの大体2ミリぐらいって決めたらもうバスッとそこにこう向こう側に見えないようにっていうか何ていうかいきなり、えー、糸が絡まってございますがはいでこうつけたらこれを もうすでにもう一回返してはい返して戻してでこのここですねこここの2段目のこの筋の下に入るように糸を入れて。 で、まあ大体私はいつもあの1、ー、目ずつ割と1目ずつこうやってく感じで入れてはいで先進んではい先に進んで最初だけ戻ってでここ裏で先進んファスナーの方で先に進んでこっちで戻す。 だいいた半目でもいいでの半目っちゅうか半目っちゅうのかななんていうのかなこの1本この編んでる1本分でも2本分でもとにかく引っ掛ければいいやっちゅう感じでこう半返し縫いみたいな感じですね半返しでこう出てくる位置はもういつも同じ位置糸の下にするか上にするかはもう毎回同じ位置でやるようにすれば、えー、ファスナー側のこの。 縫い目もきれいに揃うんででそしたら同じだいたいこの同じファスナーってぜ絶対こうやって筋がついてるんでこの筋と同じところにねだいたい5ミリぐらい先行ってでそしたらぶっとね筋の下に出して長すぎた <laughs> 糸長すぎた欲張ってしまいましたはい。 でここまたやったら、ね、ちょっと1目分ぐらい返してでまた下なら下、はい、に出してはいでまた先進んで 5mm ぐらい進んで、ね、5mm 進むと 4mm5mm ぐらい進むとだいたい次の目の先に行くと思うんでそれでまた半返しはいこんな感じですね。 はい、こんな感じでファスナーをつけていきます。はい、同じ位置、はい、こういう感じですね。でそうするといつも同じ方向から出てくるから、まあ、ちょっと曲がってますけどまあ、っすぐだいたいまっすぐにつけることができると。 いいうことですねはい、じゃあこんな感じでねファスナーもね、まあ、ファスナーの付け方それぞれなんでねつけやすいようにつけてもらっていいと思うんですけどこういう感じで一目一目私は一応丁寧につけてございます。はいじゃあこれでねファスナーをねはいずーっとつけていこうと思います。 はいおはようございます。ということで一晩経ちましたはい、あ、はい、あ、一晩かけてゆっくりファスナーをつけましてはい、あ、はい、あ、まあ一晩かかったわけじゃないんですけど。 つ、まあね、き合わったのがねもう夜中だったからうんなんかねなんで夜中になっちゃったかっていうとつけ直したんだよね一回つけたやつを、うん、ちょっとねなんかあちょっとずれてる感じがするあなんか気に入らないと思って、うん、やり直したら結構時間かか,かっちゃってで夜中になっちゃったからしょうがないうんうん出来上がりの動画は朝回そうということで起き抜けて回してございますがはいこんな感じで出来上がりましたよはいつきましたばっちりでございますはい。 あれ、閉じてもここは閉じないじゃん。って思うじゃないですか。いや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 。まあ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 、まあ、ね。はいで、これでバッチリ綺麗についてございます。ほぼまっすぐでございます。はい、こんな感じでね。つけましたね。こっちもバッチリこんな感じで。 こっちもバッチリこんな感じでついてます、ね、ここをこうやってつなげるっていう手もありましたがまあそれはせずに結局あしてるのかしてるんだけどここがここがあの引っ張られてないだけでねこういこが一応糸はつながってますはい、まあ、こんな感じでつきましたじゃあねまあ一応完成ですよね完成なんですけど、えっと、ということはですねちょっと、えっと、入れてみたいですよね、はい、入れないとあそうそうそうでちなみにこれ 40cm のやつ使ってるやつなんですけどね ここはちょっと短い時にはこう塞ぐ感じにしてつけるんですけどね4 0センチのファスナーねつけあのサイズが小さいファスナーをつける時はこういう感じでやりますけどねはいでこれちょっと外しておいてあちょっと外したところでちょっと,、えー、ちょっと比較をしてみましょうかサイズ的にはね、はい、あまあほぼ一緒ですねほぼ一緒はいどうですかね はい、ほぼ一緒です。はい、良い感じになってございます。はいはい。じゃあちょっと今出来上がった今じゃないか昨日の夜ですけど出来上がったやつにこちらのクッションを入れていこうと思います。このクッションは多分イケアとかで買ったんじゃないかな。違うかな。あ違うな。イケアじゃないかな。イケアで売ってるの十センチのやつ四十五センチのやつもあ買っとく。まあいいや。まあそんなわけでね。まあでもイケア多分イケアで買ったんだ。はい。というわけでクッションを 入れました。こんな感じになりました。はい。で、クッション入れると、ポワンとこうもちろん膨らむわけですね。ここがプンと膨らむわけです。その力を使うとファスナーが閉じるわけです。こういう形で、はい。これファスナーつけたところでございます。ほぼわかりませんね。これ端っこはわかりますよ。端っこわかりますけれども、ここファスナーつけたところ。 こういう感じで。つぼまります。あ、じゃあこれがこれがこれが好きなんです。はい、はいというわけで、えー、今回もね。こんな感じでね。えっ、ー、と作ってきましたよ。はい、じゃあこちらと。ね、あのー、比べてこう。普通に平編みっていうのかな。膨らみでずっと編んできたのとね。モチーフでやるのと。雰囲気ちょっと違うと思います。もちろんはい雰囲気ちょっと違うえ。これはね。もう本当に何て言うのかな？もうお好みですよね。 あの一つのそのモチーフも,ちもしくはこれもまあ一つのモチーフと考えるとそのサイズでねえー、っとあのうまいことを計算して、えー、やるっていう手もありますけどこの平編みで。でもうん連続して編むの大変っていう時にはやっぱりこうやってモチーフにしてちょっとずつちょっとずつ編んで仕上げていくっていうね。うん そっっっちちの方が、えー、性に合ててるるいいいう人ももちろんいるかと思います、はい、私はどっちでもいいと思いますどっちでも好きなんでね。はい、というわけでね今回こんな感じでねちょっと、えー、作ってきましたよもう本当本当嬉しいわ出来上がってえー、えええサイズ的にもね私的にはちょうどいい感じまあうんそうだねあと 1cm 小さくてもいい感じだけども。 でもまあ何ていうのかなこのふにゃ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 した感じにならなければいいのでむしろ私はこのモチーフで作ったやつの方がこっち作った時よりもサイズ的には多分1センチぐらい小さいんでいい感じに収まっているかと思います。はいというわけで。 えーと今回はねプラスアルファということでね実質17日目まあプラスアルファなんですけれども、えー、ということでシリーズもの、えー、と16枚16枚じゃない16種類のモチーフと、えー、最終的にはつなげるっていう感じでねつな、あのー、げて、えー、とクッションカバーをね、えー、作り上げるっていうことでやってまいりました。最後まで、ね、ここまででここずっとご覧いただき いた皆様どううもありがとうございましたそしたそて今回あああ初めて見たみたいな人ももしかしたらいいかもしれませんけれども、えー、ここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。えっとまたシリーズものいろいろ何かあったらやっていきたいなと思いますけれどもとりあえず次何やろうかなっていうことでございます。はいはい、何やろうかな ああ、まあ、今考えるなって話ですね。はい。えっ、ー、とね、次はね、またね、動画考えてますけど、えっ、ー、と近いうちにまたもう一本ライブやろうかなと思ってます。はい。ライブの方はね、まあほぼおしゃべりになります。手作業しながらのおしゃべり動画。はい。どうしてももう一回ちょっとやっとこうかなと思うま理由はまあ、選挙ですね。はい。選挙の前にもう一回だけやろうかなとちょっと思って でますははい、はいあの選挙ネタでねちょっといろいろあのー、真面目な話、えー、になりがちかもしれないけれども、ま、真面目な話結構私毎回してると思うんですけれどもそれだけじゃなくって、えーまあ、ちょっとあの私はね今回の選挙はね蓮見に構えた感じでね <laughs> と思って <laughs> あのちょっと見てる部分がございますので、まあ、高みの見物じゃないですけれどもなんかそんな感じでちょっと今回は、えー、楽しんである意味ね 楽しんでやってますんで。はい。そんな感じでちょっとね、喋ってみようかなと思う部分がございますんでね。うん、まずそ、その話だけじゃございません。はい。その話だけじゃございませんので、次の動画出す前に一回ラビやるような感じになると思います。ということでね。はい。えー、じゃあ、えっ、ー、と、ここまでご覧いただきましてどう。もありがとうございました。では、本日はここまでということになります。はい。では、また次の動画、ライブでお会いしましょう。ということで、本日はここまで。では、さよなら。 はあ、いやね本当にね置き抜けでね撮ってんのねうん置き抜けで撮ってて今からねああの、あの、なんだろうなあの、ちゃんと着替えて準備して出かける準備をして、えー、でね買い物に行かなければなりませんうちの家人とはい、ここでずっとね家人がね仕事でいなくてですねぼっ の日が続いててまして、ね、で今週は何の仕事もないってことでずーっといるんですわね。うん、で今日買い物に行こうなんつって言われてめんどくせえなぁと思いながらまあまあしょうがないかなともねいろいろねやらなきゃいけないことがね細かいことがねあってねもう私もね物臭だからやってないことやらなきゃいけないけどやらでやってなかったこととかっていうのがいっぱいあってねもうね本当にね今ねちょっとねちょっとねストレスちょっとストレスになってるそれが。でもそれを全部えっ、ー、と あのすっきりきれいに何て言うのかなあのパーッと全部終わったらあーなんか気が晴れるんだろうなって想像しながらモヤモヤしてますみたいな <laughs> 早くやらなきゃ <laughs> というわけでございます。はい、はははさせんはじゃあねババイバイ